ノンが2017年に立ち上げた自主レベル、会話、RE コード。音楽があれば会話ができるという気持ちを込めて、設立したレベルの象徴にしたいとの思いで、同年12月28日、ノン会話 FES が、恵比寿ガーデンホールで開催された。集まったのは、銀杏ボーイズ、サンボマスター、堀米康幸という面々。意外に思われる方もいるかもしれないが、ノンはロックが好き、音楽が好きで、中学の時は、557188のコピーバンドをやっていた。女優、タレントとしての活躍ぶりは、周知のように、並行して音楽活動も積極的に行っており、普段は恥ずかしがり屋で人見知りなノンだが、ステージに立つと、度胸満点、大胆な顔を見せる。清志郎リスペクトだし、そのノンが大事にしているノン会話フェスの第2弾が2月29日、東京、六本木 EXP と R 六本木で行われた。出演したのは、前回とはがらりと趣を変え、ノンが大好きなガールズたち、リーガルリリー、チリヌルオアカ、アベマオ、そしてノン率いるノン、シュガレッツ。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、残念ながら無観客での開催となったが、女の子の怒りはポジティブなパワーになる、をテーマに、軽めロックなステージを展開した。ノンのこのイベントにかける思いは、並ならぬものだった。ノン会話フェスを盛り上げたい、みんなに見てもらいたい、共演者にすばれらしい舞台を用意したいと、エキサイトミュージックに出演者3組との対談企画、ノン女子会話を持ち込んでくれた。カフェでリラックスしながら、共演者の皆さんと、女の子の怒りをテーマに、会話したい。そんなノンの要望のもと、昨年のクリスマス、そして今年に入って2回、対談取材を行った。タイトルがもノンが手掛け、写真も、ジラ撮影。アベマオとの対談では、アベの誕生日が近かったことから、誕生日ケーキを用意し、サプライズでお祝いするなど、最高のホスト役を務めてくれた。アベとは、バースデーケーキを食べながら、カラオケでは、アベマオやサンボマスターを歌うこと、撮影がある前は、大好きなポテトチップス禁止令が出るのだが、マネージャーに隠れて食べているのが、レシートからバレてしまったこと、むぎゅっとするキノコ、絵の気以外とかが苦手なこと、お休みの日はずっと寝ていることなど、たわいのない女子トークで心からの笑顔を見せてくれた。リーガルリリー高橋ほのかとの対談では、高橋の恐竜好きが判明。実はノンは、イベントのために恐竜をモチーフにしたキャラクターを構想しており、素敵な偶然の一致に喜んでいた。無観客ライブを拝見させてもらったのだが、ステージに君臨した巨大な恐竜、イバリボンを目にした瞬間、面食らったし、ノンちゃんが言っていたキャラクターがこうなったのか、と、心から感動した。ノンがこの日のために準備した衣装には、恐竜の尻尾が付属。ノンスタッフが、今日のために、モーズウッド一斉懸命作ってましたと話してくれた。そして、ノンシガレッツのステージでは、なんと、あの方との共演が実現。ノンおうちフェスが今夜オンエア。政府からのイベント自粛の要請を受けてて、多くのライブやイベントが中止、延期になっている。ノン化、イワフェスボリューム2においては、昨年からノンやスタッフの思いを聞き、身近で見てきただけに、このステージをみんなに見てもらいたかったよねと心から思う。その、ノン会話フェスボリューム2が、今夜18時から MTV でオンエアされる。リーガルリリー、チリヌルオアカ、アベマオ、そしてノンシュガレッツという、全くの初の組み合わせとなった4組の共演。お家で楽しめる11台のカメラによる臨場感あふれるステージは、超かっこいい。と、前のめりになって見入ってしまうことだろう。ぜひ、ノンの熱い気持ちを受け取ってほしい。